下の子たちに少しでも目標されるような方になれるようにこれからもやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。これからいろいろ目標だったりとかもいろんなまあ、ステップアップしていくつもりではいるんですけど、やっぱりまあここはベースでずっと一番取り続けたいなと思ってますので頑張ります。いろんなスタッフとかお客様とか一人ではできないものだなってすごい実感するものなので、これからもみんなで協力してやっていけたらいいなと思うのでよろしくお願いします。愛実業を始めてから5年間みんなに支えられてここまで来れたと思っています。これからも上を目指して頑張っていきます。もっとたくさんのお客様を笑顔になってもらったりとか、商品紹介したりだったりとか、後輩にも伝えていけるように、これからも一生懸命頑張っていきたいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。まだまだ上を目指してもう感謝っていうのをすごい大切にしながら、内田さんのように天板の方でも上の方に持っていけるように頑張りたいと思ってますのでよろしくお願いします。去年も賞をいただけたんですけど、私一人だけの賞じゃないと思うので、今後も頑張っていたので、本編の皆さんよろしくお願いします。そしてありがとうございました。 2,3 年前ぐらいに入社式ここで開いてもらって、やっとお店に感謝というか貢献が少しずつできるようになってきたなと思うので、これから僕たちの世代が引っ張っていけるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。張り詰めた緊張感の中仕事するのももちろん大事なんですけど、スタッフみんながふざけたりとかそういう時間もあって俺はいいかなと思ってて、なんかそういう空気感がきっとお客さんに伝わって、大人数だけどアットホーム感のあるお店ができたのかなと思います。たくさんのお客様に理解と応援をしてもらえるようなお店でありたいと思うので、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。育ってなかったりうまくいってない子がいた時に逃げたくないというか、一生懸命その子のために向き合うことだけはしていきたい。自分で決めつけてしまうじゃないですか人間って。何かできない理由なんて毎日あるんですよ。でも決めつけなければめちゃめちゃ可能性しかないんですよ。なんで僕は徹底的にみんなを信じることをし続けたいと思うし、まあ可能性はみんな必ず同じなので、その子の希望を叶えることがどれだけ俺の人生にとって大事なことか、もうこのためだけに人生かけてるんで、必ずそこまで引っ張り上げたいなって僕は思ってます。